じゃあ、セリラフです。よし、今からはですね、はい、久しぶりにメバル、お、なんかすごい久しぶりな感あるな。メバルは若干ロックタックルもついてるんですけど、あ、このままメバルをやりたいと、はい、思います、はい、今日ね、ちょっと南風がちょうど吹いて、うん、活性が上がるんじゃないかということで、ちょうど南風でやりやすい漁港を選んでみました、はい、日付でいうと今日は5月19日。5月19日、いや嘘です、20日です。20日、今月20日ですね。ちょうど5時半でございます、ね、音で分かると思いますけど今からね、だいたい7時半から8時ぐらいまで2時間半ぐらいかな、やってみて、まあ20センチから25センチぐらいですか、うん、うん、この間ここで26ぐらいだったかな。そうだね、うん、なんでちょっとまあ同じぐらいか、うん、もう少しサイズアップできるかもしれないんで、試しに、やってみたいと思います。はい、じゃあ頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。やっていく。はい、行きましょう。何グラムですか？13グラムです。ガチガチで。ガチガチでいきたいと思います。2グラム。2グラム。あるらしい。弓に引くんだよね。でかい、でかい、でかい、いい、いい感じ、こんな感じで、うん、でかいよ、ほら、ほら、おー、でかい、でかい、でかい、2か、これ25、明るい時間でも出るに、明るい時間でも出るに、ルーティンチーク、2.5g、20センチはあるんじゃない。ブーディー、明るい時間でも食うね。またまた黒いメバルちゃんだね。ほんとだね、黒いの好きなんだよね俺長くしてくれ。何？また釣ったん？いたって。あ、やべ、ネイズ。ああ。どれ？ああ、本当だ、釣れてる。さっきのやつじゃないの？死ねえだろ。しかもサイズ上がってっから。うん、本当だ。はい。同じくらい。同じくらいだ。同じくらい。ナイスキャ。ありがとうございます。同じ。ブーティー、ブーティー、2.5g、ピンク色。でもそれも黒いね。黒い。いつなのかな。黒いの好きだから。黒いの好きなんですよ。かっこいいじゃん。かっこいいじゃん。単純に。単純ね。そう。苦労してきたんだなと思って。いろいろ。逃がします。まあ、今日いつまでサングラスつけるからね、あとはね。ずっとつけるから。
今日ずっとつけんの？今日ずっとつけんの。そろそろいいんじゃないか。グッバイ。メバニーやるね。あだす。メバル釣っていかないといけないんでね。メバニー。メバニーすげえやばい。汚そうです。ベタベタ。あれ、仏文字いいですか？いらないっす。いらない？やべえ、25ぐらいあった最悪なんか手前来たじゃん、あの浮かした時にそこの柿に当たった。あ、柿ですか。マッキンガーウェイ。マッキンガーウェイ。お疲れ様でした。お疲れ様です。顔黒っ。いえいえ両方とも黒いと思う。でもはい、すいません、失礼しました。ちょっとね、南風吹いたんですけど、ちょっと渋かったっすね。かなりね、渋かった。うーん、重さを変え、手を変え、品を変えやりましたけど、なんか一個もバレちゃったらまんまサイズあったの。バレたっていうか切れた。抜こうとしたらなんか壁にぶつかって柿殻にスパーンなって切れたんだけど。確かに、ね。まあそれもでも2時3円だったかなという感じでした。うん、まあ全体的にはね、まあ渋いのかなっていう印象で。うん。魚はいるんだけどね。いるいる。触れるんですけど、そうそうそう、なかなか持ってこれないっていうのがね。そうそうそう。つくつくつくっていう。いやらしいね。そうそうそう、本当に。まあ乗らない感じだったかな、うん、でもシーズン的にはね、今からほんと6月にかけて大きいメバルが外側の海に、うん、まあ入りやすい時期になってくるので、まあそこを目指して、確かに、うん、もう一回チャレンジしたいなと思います、うん、これからね、釣り物がフラットロック、まあロックに入ってるけどメバルも、うん、になるので、またはまあいろいろね試しながら、はい、もう少し頑張ってやっていきたいと思いますんで、ご参考になればと思います、はい、そうですね、はい、楽しかった、うん、まあ、このところで今日は終わりましょう、はい、それじゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。